こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。晩ご飯作るよ。シシトウは縦半分に切って、私はね、種は口に触るからね、取り除いている。で、分量これです。あのさ、無限ピーマンのシシトウバージョンだけど、ピーマンとまた食感が違って、シシトウで作ってもね、めちゃくちゃ美味しい。そして昨日は私さ、晩ご飯は丼を作るつもりだったけど、急遽予定を変更して冷やそうめんでした。今季初のね、冷やそうめん美味しかった。やっぱイボの糸が美味しいね。でね、余計なこと喋ってたらね、600ワットで3分レンチンした。で、これをさ、全体をしっかりあえて、これでね、無限シシトウの出来上がり。あの、ボールが熱くて、おーってなった。そしたらね、ナスは1センチ幅ぐらいに切るよ。でね、取り忘れちゃってるけどね、これオリーブオイルです。で、ナスをね、焼く。加減は中火。レンチンでもできるけど、やっぱね、レンチンより焼いた方が美味しいからね。で、これをね、片面1分半焼き付けるよ。そしたら裏返して、このね、いい焼き色がまたこの食欲をそそっちゃう。あと1分半焼くよ。そしたらね、刻みニンニク、ニンニクを切らしてたからさ、桃屋の刻みニンニクを使った。分量はこれね。これもさ、簡単なんだけど、冷蔵庫でね、キンキンに冷やして食べて、今の時期は最高に美味しいです。で、できればね、あの、生のニンニクを使った方が美味しい。で、ナスがさ、おむすびコロリンみたいに転がっていっちゃったけどね、あの、落ちたのはね、水で洗って入れちゃった。で、全体をしっかり和えて、これでね、ナスのカルパッチョ風の出来上がり。でね、そうそう、これね、確か水曜日かな、だね、水曜日の晩ご飯なのよ。まだ卵渋滞中だったからさ、卵スープを作る。で、しいたけはもう薄切りしちゃったね。でね、分量はこれです。そう、昨日さ、丼作るって言ってたけど、なんかいろいろね、あれでもう急遽予定変更をして、一応買い物には行ったのよね。で、買い物から帰ってきて、もうなんか、もうあれ、なんて言うんだろう、もう胸が痛いようなことがあったでしょう。もうね、急いでなんかね、なんかって、なんかしか言ってないけど、お察しして、もうそれでね、冷やそうめんとね、 あのチキンバー揚げるだけのさ、チキンバーって鹿児島だけかな、丸いのチキンバーがあるからさ、それを揚げてね、あとは残り物を食べました。そしたら鶏もも肉はね、ゴロッと一口大に切るよ。このね、もも肉またね、ソルベ状態だったけど、気にしない。なんならソルベ状態の方が切りやすいから、ね、何でも物はプラス思考で。でね、
これはね、下味をつけるよ。あのチキンカレーの時にはこのさ、下味の揉み込み、あ、消えちゃった下味でね、しっかり揉み込む。そしたらね、全然美味しさが違うからね。これしっかりしっかり揉み込んで、これはね、このまま5分ぐらい置いとく。で、玉ねぎは薄切りでもいいし、くし切りでもどっちでもいいよ。私はこの日はね、薄切りとくし切りにした。で、油を熱して、ちょっとさ、鍋肌の方までキロリと塗り広げてね。でね、薄煙が出てきたらしっかり温まった合図。そしたらさっきさ、揉み込んでた鶏肉をドーンと入れるよ。もう奥の方でね、息子用もも作ってんのよ。ほら、息子はね、甘口じゃないと食べれんからさ。ほんで、これをね、さっと広げて、これも1分半焼き付けます。火加減はね、中火です。そしたら、裏返して、このさ、下味をつけたお肉をしっかり焼き付ける。これね、大事ポイント。もうこれをするだけでね、美味しさが全然違うから。そのメイラード反応でね、めちゃくちゃ美味しくなるからね。で、あと1分半焼き付けるよ。そしたらね、ざーっと炒めて、お肉の焼き色がね、これぐらいがいい。そしてこれがニトリのシリコン調理スプーンの初代のやつね。先っちょがとんがってる。で、玉ねぎドドンと、まな板ごとねそして炒め合わせるよ。全体に油が回ったら、分量これです。久しぶりにね、チキンカレーをしたんだけど、本当はこの日はね、照り焼きかなんかにしようかなと思ってたのよね。そしたらさ、もこもこさんのコメントを見て、カレーの文字があったらさ、もうそのカレーの文字を見ちゃったら、カレーが食べたくなってね、予定変更でね、チキンカレーにしたんだ。でね、あのお好みでさ、ホワイトペッパーとか辛いやつ入れて、辛いやつはもうルー溶く前に入れてね。じゃないとルー溶いてからだったら固まってえらいこっちゃになるからさ。ただね、うちはカレールーはね、この日は3種類入れたかな。ジャワカレーとスパイシーブレンドとゴールデンカレーを入れてる。もうね、これでチキンカレーの出来上がり。これはね、水曜日のご飯でした。で、材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるから、あれ、概要欄に貼っとくね。ではでは、バイバイ。